毎週水曜はニュースの言葉、ニュースに出てくる言葉を一つ取り上げて解説していきます。今日はこちらです。合同結婚式。この言葉は今から30年ほど前にも注目を集めたんですが、橋本さんは記憶にありますか？30年前となると私まだ生まれていないのでパッと聞いてもそんな前になるんですね。はい、分からないなと思います。はい、その写真があります。こちらです。でもこの写真には何か覚えがありますね。うん、私この時小学生だったんですが、もうテレビで盛んに報道されていたのをよく覚えていますね。はい、改めまして、合同結婚式は世界平和統一家庭教会旧統一教会が世界平和統一家庭連合旧統一教会が主催する複数のカップルが合同で行う結婚式で、正式名称は国際合同祝福結婚式だそうです。特に30年前の1992年に韓国ソウルで行われた式には芸能人や元スポーツ選手が参加したことで話題となりました。いや、この一つの場所に新郎新婦がこれだけの数いるというのはちょっと異様な光景ですよね。そうですね。当時はですね、教会の創始者である文鮮明氏が結婚相手を決めていました。文鮮明氏とその妻、このご夫妻はですね、神から使わされた誠の父母であり、その導きで家庭を作ることで救われるという信仰がありまして、これは旧統一教会の存在意義にも関わる重要な儀式だと言われていました。合同結婚式に参加した元信者の女性によれば、文鮮明氏の決定は絶対で、どんな国の人であっても、どんなに学歴がなくても、何か経済的に難しい事情がある相手だとしても、すべてを神に預けて断っては決していけませんと事前に誓わされたというんですね。いや、どんな相手であっても結婚しなければいけないというのは、なんか自由に反しているというか疑問を感じますよね。はい、そして一方で、現在はこの創始者である文鮮明氏亡くなっていますが、はい、今はどうなっているんでしょうか。はい、家庭連合のホームページを見ますと、各教会のマッチングサポーターが応募者の書いた申請書をもとに、その人に合ったパートナーを祈りながら探しご紹介しますとありました。ちょっとツッコミどころが多いんですけれどもまずマッチングサポーターというのはどうなんでしょう。ありますね。はい、そしてですね、文鮮明氏の決定は絶対だったんですけれども、現在は紹介された相手が気に入らない人だったら断れるという記述もありました。ほう、じゃあ今の結婚相談所とあまり変わらないですよね。そういう印象も持ちますよね、これだとね。このあたりさらに詳しく家庭連合に聞いてみました。まずですね、文鮮明氏が高齢になって自身で結婚相手を選ぶことが難しくなってきた時点で、教会員の家庭の面倒などを見る家庭部長と呼ばれる立場の人がマッチングサポーターとして親代わりになって相手を選ぶように方針が変わったそうです。そして親が信者の2世信者の場合は、その親が相手を探すということになっているそうです。なるほど、もともとの前提とはだいぶ変わっているんですね。はい、そうですね。ただ過去にはこんな問題もありました。はい、1995年の式に参加した元信者の女性です。結婚相手の韓国人男性からひどい DV を受けた上、その相手が日本での永住権欲しさに統一教会を利用していたということも分かりました。数千人の日本人女性がですね、このように韓国に嫁いでいると見られるんですが、中には相手がにわか信者であるというケースもあるということなんですね。数千人もの日本人女性が韓国へ行ってるんですね。驚きますよね。はい、また霊感商法の問題に取り組む弁護団によれば、式に参加するために当時は1人140万円の献金が必要で、合同結婚式が教団の大きな資金源となっているという指摘もあります。これ新郎も新婦も信者だった場合、一家庭で280万円と、はい、そういうことですね。信じられないですね。また元信者が合同結婚式の婚姻の無効を求める訴訟も相次いでいまして、婚姻の意思の不在を理由に婚姻無効を認めるという最高裁判決も出ています。なお家庭連合に確認をしましたところ、献金額についてはですね、現在は1世信者は70万円、そして2世信者以降は一律20万円としているということです。まあ、教祖の死をきっかけにシステムが変わり、献金額も下がっているということでした。今日のニュースの言葉は合同結婚式でした。